口は、モンゴル帝国のオッチギン王家に仕えた千人大将の一人、ウドイトメルキト族の出身であった。モンゴル騎士では曲で、あるいは古でと記され、後者に従って愚痴とも表記される。四人の養子を育てるホエルンを描いた絵、モンゴル騎士によると、テムジンが奪われた自らの妻、ボルテを奪還するために、ケレート部族長トーリルとジャムカの援助を得て、 ウドイとメルキと族を敗退させたとき、そのま地に、口という名前の幼うが取り残されていた。その幼うは、天の帽子をかぶり、目じの革靴を履き、舐めしたカモジカの革と、水川嘘の革で縫い合わせた上着を身につけており、目に火ある五歳児であったという。口を見つけた、テムジン軍の軍人は彼を、テムジンの母、ホエルンに、贈り物として与え、ホエルンは、 我が子同然に自らのゲルの中で育てたという。口と同様に、ホエルンに育てられた者として、ベスト部のココチュ、タタル部のシギクトク、風神部のボロクルラがおり、この4名について、モンゴル筆士は、ホエルンが子供たちのために、昼は見る目、夜は聞く耳となってやることが、他の誰にできようかと言って、自らのゲルの中で養った、と記している。しかし、 クチュとココチュの出自については、モンゴル被子以外に、全く記載がなく、ボロクルが養子であったことを記す資料は他に、全く存在せず、市議、区徳については確かに、終始でも養子であったと記すが養母は吠えるんでなく、ボルテにするなど細部が全く噛み合わないことなどから、吠えるんが4人の養子を育てたというエピソードが史実で、あるかどうかは疑問視されている。 成長後の口の活躍については、資料上に記載がないが、チンギスカンがモンゴル高原を統一し、モンゴル帝国を建設した際には95人の仙人隊長の一人に数えられた。さらにその後、チンギスカンが95の仙人隊のうち5つを、末帝の手ムゲオッチギンに分与した際、口の仙人隊もそこに含まれ、口はオッチギンを王家の王風に任ぜられた。 チンギスカンによるテムゲオッチギニへの文法と、オッチギンウルスの成立について、モンゴルヒシは以下のように述べている。さて、母へとオッチギン二万の民を与えられ、ノヤンたちのうちから、クチュ、ココジュ、ジュスク、コルコスンの四人を、王風に任じたモータ、モンゴルヒシ、第四十三節なお、終始、チンギスカン期では、テムゲオッチギンに対して、オロナウルケレングとブの二千人隊と、 ベスト部の千人体と、ジャジラト部などからなる三つの千人体を与えたと記されており、口の千人体は、ジャジラト部などからなる三つの千人体のどれかであったと推測される。建国直後のモンゴル帝国では、コンゴタン部出身のシャーマンココチュが、宗教的権威を背景に、チンギスカンの一族を上回る権勢を誇っていた。ある時、ココチュの一族が、 チンギスカンの弟ジョチカサルを打ち据えるという事件が起きたが、チンギスカンは別事で怒っていたため、ジョチカサルの訴えに耳を貸さなかった。さらに、この意見に思い悩んだ、ジョチカサルが3日間、チンギスカンに会わなかった間に、テブテングリは、ジョチカサルが定位を狙っているとチンギスカンに吹き込んだため、チンギスカンは、ジョチカサルのこと心を疑って自らジョチカサルの下へ向かった。 この一件を察知したのが、オッチニン王家に使える口と、ココチュで、彼らは、チンギスカンとジョチカサルの破局を回避するためホエルンに、ことの一切を報告し、事情を知ったホエルンが、チンギスカンを説得したことで、ジョチカサルは救われた。これ以後の口の活動については、記録がない。ありがとうございます。